あ、ケンツメッシュです。今日もですね、伺っていくんですけど、今回ですね、ちょっとスペシャルなゲストに来ていただいております。ちょっと自己紹介お願いしていいですか？よろしくお願いします。お願いします。もともと、スーパーセルで7年ほど働いてまして、今自分の会社をしてるんですけど、脇と申します。よろしくお願いします。脇こちさん。らも見たことある人も多いかもしれないですけど、これゴブリンなんですけど、スーパーセルの僕の友人、アーティストの友人が、油絵で描いてくれたやつなんですよね。あ、じゃあもう本1物、枚しかない。1枚しかない。も一生大切にしようと思っております。う。ということで、はい。脇さん、今回コラボ、初コラボだと思うんですね、多分こうやってやるのは。確かに。もう、俺がクラロワ界隈、その日本一決定戦が出た最初から、死ぬほどお世話になってる神様です。いや、それは、その話をしだすと、自分が年取ったなってことしか思えないから、まあでも言ってしまえばあれですよね。ドズギさん、キヨキヨさんとかと最初企画とか一緒に考えたりとか。そうですね。はい。最初の方に、マカオで、ドズルさんと、キヨキヨ君にバンジージャンプ飛んでもらったりしたところから、僕の、仕事は始まっております。みたいな形で、来期とかラットとか、俺らの若い衆もめちゃくちゃ育ってる脇さんと、今回ね、一緒にね、せっかくなので、2V2 のレート戦をやろうと思ってます。ちなさみにあ。なんですけど、もともとスーパーセルの方で働いてたといったところで、はい。これだけ言ってことですけど、バランス調整とかそういうのではないですもんね。そのやってたの、携わってたもの。そうですね。主に日本のクラロワとブロスタのコミュニティのお仕事をしてました。はい。バランス調整とかもね、もちろん人生的にはしてみたいなって、それは思ってましたけど、特にクラロワめちゃくちゃやってたんで、まあ、ただそういう仕事の役割ではなく、そういうスキルを持ってるわけでもないって感じでしたね。なるほど。ちなみにちょっと自分の腕前を証明するなんかエピソードありますか？その実績。実績ですか？一応ですね、これ自分でももう何年前の話であって恥ずかしいんですけど、ケンツ、KK 君、ダッシャン、みかんさん、一通り一応勝ったことありますよ。ですね。はい。キタッシャン、このネタこすりすぎなんですけど、キタッシャンとは、スーパーセルの公式戦の BO3 でちょっと勝たせてもらったことあります。勝ち越してましたね。練習じゃないんで。公式戦なんでね。マはい。ジ。そう、だマからジで脇さんす。で、ね、結構ね、できるプレイヤーです。いや、ただちょっと 2V はもうほぼ練習したことないんで、キスっすね。はい。なるほど。ということで、今回、ケンスメッシュの方が、そのプロフェッショナルリーグっていう方に行ってるので、まあ、割とその、ランカーの戦いになると思うんですけど、脇さんと一緒に楽しく勝っていけたらなと思います。いや、一応毎回もはや名前出てこない。展伝説開、の毎道。回展開は言ってるんで、はい、おー、な毎るシーほズン。ど。はい、やってない時は言ってないですけど、ちゃんとやってる時は展開は必ず言ってるんで、一応下手ではないと思っております。わかりました。ありがとうございます。で、脇さん、一応、得意デッキがなんか、キョスケロイジェとか、まあ、そんな感じなのそうかでなとす俺ね。思ってるんですけど、おっしゃる通りです。まあ、今回、脇さんが作ってもらったのが、このデッキ、バルキリーメガナイトの、まあ、2V2 用の、まあ、スリースペルで、まあ、最近文句にはまってるって言ったところで、組んでもらった。こそうのでデッすキにね。対しはい。て、まあ、2V2 っぽく行くなら、俺の方のデッキはこんな感じです。まあ、ロイジャイあ、を、ロイジャイか。添えへえ。て、ロケット砲手2体で矢の飴とか枯渇させたりとかしつつ、まあ、割と 1V1 に似たようなデッキになるんですけど、確かに。まあ、まあ、これで僕バのラまンスよず、く。はい、先生、師匠が羽羽さんでして、なので、もう、キョスケはもう3年ぐらい固定ですね。ただ、ロイジャイはなんかこう、2V でやってると、一瞬で溶かされちゃったし、ちょっと出すタイミングがよくわかんなくて。まあ、ただ、キョスケ系と混ぜるならば、ロイジャイが一番いいかなっていう。なるほどね。なんで、ちょっとこれで一回やってみようかなと思います。まあ、ちなみになんですけど、まあ、このはい。2V2 と、結構ね、今、女性プレイヤーの方とコラボしてやったりとか、あと、まあ、ひろゆきさんとかとも先日やらせていただいて、すご。勝ってます。脇さん。え、ちょっと待って、マジ？なるほどね。ていなるうほど。ことだけ、ちょっと一応伝え、余談ですけど。はいはいはい。なので、でも、早速。ケンツが足引っ張る可能性も別にまだあるもんね。俺、腕しか引っ張らないです、ちなみに。俺、足引っ張ったことないんで。
うまかったもんね、プロリーグの時から。あの、2V ライキ君とうまかったもんね。やっぱやってましたからね。よっしゃ。始めました。お願いします。お願いします。よろしく。まず、巨大スケルトンをちょっと待ってから、合わせていただいたりとかで、ちょっと使います。危ない。言ってくれるのはありがたい。これは、一旦流します。流すと。まあ、文句とかで左側受けから入りたいなっていう感じですね。左側なんだね。なるほど。そうですね。ここ攻めてくる可能性あるんで。どうして出しようか。あれ、メガナイトをバルキリーの方に出しましょうか。あ、バルキリーの方？あ、バルキリーじゃない、間違えた。バルキリー？これザップを。ザップある。うん。ありがとうございます。間に合う。ここに。あら、この、強制度を受けておきます。ああ、なるほど。ウィザードでした、もん。バルキリーとか間違えました。そこから、これ相手、インドラいるんで。インドラいるから、ライトニング持ってたよね、確か。そうですね。こう一旦受けつつ。ここ一回ロイジャー出してみますね。ちょっと進化回すために、なるほどね。ロケット方式とかを、出してもらって、これ指示を待ちすぎるとやばいよね。そうなんですね。これローリングウッドで守ります。OK です。なるほど。そしたら、そうだなぁ、うん。あれ、矢の雨打ってほしいですね、ウィザードに。あ、そうなんだ。で、ライトニングを。上がれるかな。あ、タイミング良かったね。ダメ、しまった。ライトニング打ってもいいんですけど、まだ待ちます。相手うまいんだもんね。相手うまいですね。ちゃんと連携してきてますね。あ、そうなんだ。ここ攻めちゃいますね。ポイズンとか構えといてもらえると。OK。テスラで受けてくるんで、絶対。もう打っちゃっていいですか、ね、うわ、こんな来るの？メガナイトか。あべ、まずい。まずい場所が。これ、キョスケとかメガナイトをリック受け出していただいて、自陣で受けつつ。これローリングウッド打つんで大丈夫です。OK です。マジで行きましょう。メガナイト強いよね。強いですね。ちょっと何だろうって。これはフェニックス出します。フリーズがあるんで、これ受けて右側の端前にあの巨大スケルトンお願いします。あ、それとも大丈夫です。で、攻めちゃいましょう。右攻めちゃいますよ。右行こう。OK。こっち。いい感じです。おお、いい左。左が入りそうだな。左キョスケ入った。右も入りそう。でも、左詰めちゃいますね。右一応防衛お願いします。そうだね。矢の雨とかポイズンを呪文一応構えといてもらって、これも右の呪文圏内かな。そうだな。守ってカウンターでいきましょう。ローリングと打ちます。右ポイズンとか、あの右のタワーもう打っちゃっていいですか、これ呪文圏内なんで。あ、そういうこと。本当だ。ああ、なるほど、うまい。さすが、いやいやいや、さすが脇さんだ、これ。うるさいよ。ひたしちゃんとやりやがりになってます、これ。はい。危ない、危ない。まあ、みたいな。はい。みたいな感じです。はいはい、いや、面白いね。はい、VV2、ちゃんとやると面白いね。そうなんですよ。再戦しますか。再戦しましょう。なんで、次は、もう少し脇さんの、なんか、エゴも出してもらって。俺のエゴを出してくるとね、はい。なんか、ここ攻めたい、ここ守りたいみたいな。文句をバンバン出していくってことね。そうです。スケルトン、キョスケと文句しか出さないんで、本当。基本的に脇さんのが防衛カードなんで、確かに。なんかこう、カウンターの形組めたら、ロイジャイを添えようかなと。なるほど。お願いします。まあ、これ右側向けて、いいポイズです。これ、それがロイジャイ出しこれもう一瞬で勝っちゃうんじゃない？え、意外とね、やっぱマグカード多いんだよね。
ロケ投手左出します。右がバルキリー。はい、俺バルキリーあるのいいねですね。これで一旦様子見で、相手がドリルなんで、まあ、ドリル系だけは忘れない感じで、バルキリー出して、ゴースト出します。キョスケ出しますか左に。左？あ、ごめん。どの辺出すの？後ろからで大丈夫です。後ろから大丈夫。キョスケロイジェもしくはメガナイトロイジェの形を、徹底する感じでいきます。なるほど。文句出せますか8枚。出せる。あ、間に合わなかった。ごめん。大丈夫です。そしたらもう一回組み直します。あ、ギリギリ。ギリギリ間に合わなかった。次、ドリルの防衛は。あ、ちゃんとポイズンって削ってきてるね。ですね。ここカウンターからいきますか。カウンターから。ドリルにバルキリー当ててもらっていいですか。ほい。これ右いきますか。右端前。こっちだよね。来ました、来ました、来ました、来ました。矢野抜いてますか。矢野抜いてる。これでどんくらい入るかな。マジで上で回っちゃうな。まあ見るとこ多いですからね。うん。お願いします。これさ、3箇所に分かれて出てくるのどうやって取れるのって言っても、結構きついね。結構きついんですよね、ドリル。結構きつい。ドリルむずい。なるほど。しようかな。まあ攻めはするんですけど、ちょっとなんかきついよ。これね、相手うまかった。あ、負けたな。はい。まあ、みたいなこともありつつ。みたいなことありつつね。はい。一旦終了して、まあ、デッキ一軍もよしです、これは。はい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 。え、すげえ地味な動画になってない？大丈夫？あ、全然大丈夫です、本当に。音が聞こえてない。あ、音が聞こえてないからかもな。どうしようかな、でも、なんかあんまデッキこれいじるイメージないんだよな。というか、そのどれをいじればいいかがあんまりイメージつかないっていう方が正しい。とりあえずダガーカールじゃない方がいいね。まあ、プリンセスタワーにしてみますか。プリンセスタワーにしとこう。うん。俺はただ単に何も考えてなかった。いえいえ。どうだろうな。まあ、脇さんの方に攻めカードが1枚あってもいいのかなって気しますね。うん、確かに。まあ、ロイジャイだったり、なんでもいいですけど、攻めカードだったら。メガナイトか、キョスケを、ロイジャイとかにする。キョスケがまあいらないのはね、分かってる。まあ、文句かキョスケかって感じですかね。文句かキョスケね。文句はちょっと今ハマってるから。はい。これでいきますよ。お、OK です。これでいきますか。あ、そっか、これでも、バルキリーよりも、メガナイトの方がいいね。オッケーです。じゃあ、メガナイトロイジャイと、こっちのシュタインロイジャイに行きましょう。オッケー。よし、行きますか。よし、行きましょう。もうコミュニケーションが一番大事なんです、別は。もう脇さんのしたいこと、俺のしたいことを話していきましょう。なるほどね。はい、指示待ちになってはいけないです。はい。自信ないから。まずこれやるわ。はい、はい、お願いします。まあ。ポイズン、いや、いらないな。後ろから文句を出しますよ。はい、お願いします。これ止めたいね。これ、トリトンで引っ張っちゃいますね。はい。で、ロイジャー行って、あ、ポイズン、お願いできますか？ポイズン？はい、爪ポイです。ここか。
で、ロケットモンスターが出していってもらって、そうだね、陸受けは下に出します。どっか。あ、僕がメガナイトを当たれ、当たった。で、ここを耐えて許容して守って、ワキさんの方のロイジェでカウンターチャンスですね。ほい。あ、なんか行きづらい。逆サイの方がいい。そんなことない。逆サイいいっすね。行きましょう。で、ザップが。あ、レイジ見てます。なるほど。すごい、素晴らしい。あ、そういうこと？で、ここは、両サイドちょっと受けます。右を投げします。あ、そういうことね。そういうことです。そういうことか。いい感じですよ。まあ、若干勝ってると。これポイズンとこか。はい、お願いします。手札が腐らないようにするの大事なんで。いや、そうだよね。はい。あの、ガンガン打っちゃって大丈夫ですよ。はい。あ、とりあえずバルキリーで受けますかね。はい、あ、いきまーす。あ、ちょうどいい感じ。後ろからメガナイトしようかな。はい、了解。これはない。結構やっぱり 2V だと何でも反射、あ、これは結構まずい。これ何でも反射できる気がする。します。ポイズン。はい、ナイス防衛ポイズンです。逆に超カウンターチャンスなんで、これ左ブラフの右本命とかにします。おい、じゃあ右、右ロイジャリ、そう、こんないける？はい、いけます。うわ、うわ、ロケフォーで、とりあえず、打って、左は僕が抑えます。はい。いいって感じ。文句とか防衛で出していただいて。いかないと間に合い。オッケー、ちょうどよかった。ザップ持っちゃう。いやー、ホグがまずい。あー、ホグがうざい。ポイズン、はい、当たれ、当たった。あ、これはまずいな。やばい、まずい。終わった。まずい。うずいな、よく一勝目したな。一勝目、1回目勝ってよかった。今の試合は、まあ、インドラに仕事されちゃったのが、なるほど、ぐらいでしかね。これもう1回いきましょう。ただもう1回、はい、はい、これ絶対次勝てます。連携大事なんでね。あの、ちゃんとやってんだ、向こう側も。手札が腐らないように、ちゃんと呪文回したりとか、はい、はい、はい。何を突破しないといけないのかをちょっと一緒に考えるって感じでいきますか。ああ、なるほど。です、メガナイト出してきました。はい、OK です。ロケット星、これ、金ミートします。あ、すごい。いいかなぁ。手法は、バルキリーでしょ。もしかして、で、攻めちゃいます。これ、ヤナメ構えてください。はい、ヤナメ構えんだ。基本、一回攻めた時に呪文打たないと絶対天竺腐っちゃうんで。なるほどね、こういうことか。そういうことです。そこだな。これ、シュタインのスキルも打つんで。あ、いらなかったな。いける？いける？多分入ってますね、これ。危ない。キョスケはいつ前に使っているから、今のはギリ入らないの。危なかった。危ないです。入ってても別に俺今も、入っちゃったかなってなってました。これ受けます、ね、はい。ポイズン攻め、いや、これロイジャー出してください、右。右？マジ？はい。ポイズンは？ライティングがあるんで。あ、そういうことか。っていうか、なんなら、そこも、それも必要ないくらい。だから、守りですね、ここ。まぁ、ちょっとバルキリーが出しとくか。しようか。ライティングめっちゃ。なるほどね。はい。で、ラムライダーなんで相手。まあ、文句左からですね、そうですね。左で。ポケモンを。したいんでしょうか。ごめん、いらなかった。いや、大丈夫です。前か。出し毒なんで。左、形は絶対組みます。これは一旦、防衛化に行きましょう。こっちに行って。ナイスです。
じゃあ名前お願いします。いやーちょっとひよった。だから防衛、ポイズンお願いします。どうかな、ここじゃない、行きましょう。調子乗った、調子乗った、調子乗った。いや、これ調子乗ってません。調子乗ってないね。ザップ、はい、ザップ、きたー。はい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 、よかったよかった。始まってきましたよ。動画になるよ、ちゃんと、ちゃんと。あと10秒なんで守りだけですね。完璧です。これ今超いい連携でしたね。よかった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 。やりたい、これだけ、これやりたいだけ、今のやりたいだけ。文句で跳ね返すやつ、あれはやりたいだけ。大事っす、大事っす。楽しむの大事なんで、もう一回勝っちゃいましょう。じゃあもう一回いく、はい、やっぱその矢の飴とかを文句でシューンって跳ね返すのをやりたいんだよな。あー、なるほど。それをやりたいんだけど、タイミング的にないよね。まあ、なんか攻めの先頭に持っていくしかないですね、そうなると。そうだね、確かに確かに。これは一旦様子見つつ、これ出します。はい、あ、やべ、弟やろ。まあ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 、ライトニングっちゃおっかな。いや、やめてきます。逆サイドか、やることないだけあるな。あ、これバルキリー。はい、お願いします。いや、確かにこれ、ちゃんと呪文打たないと思うし、あ、ここで打てるでしょ。あ、あー、ごめんなさい。いえ。これ、どうしよっかな。打っときます。はい。打っとこうすとも。あ、でも、すごい。すごい、有能。これ、これは、てか、これは有能だったな、あいつが。肉結構ゴリゴリなんで、はい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 。メガナイト大事っすね。あれとかだなんで、これ、矢の飴とかで回してほしいですよ。矢の飴だよね、これ。はいはい。で、メガナイトを打っとくか。はい、お願いします。よいしょ。こっちとしても、進化メガナイトと、ペッカを突破しないといけないんで。いや、結構きついね。そうですね。ポイズンお願いします。バルキリー、はい、お願いします。ああ、なんかちょうど文句を打ちたくなるような構成でなかった。いや、まだまだ早い。これ間違えた。文句を出したつもりが大丈夫ですよ。待ってよ、右もやばいな。やばいね、右もやばいっすね。これメガナイトで、ここロイジャイ行きます。右だよね、まず、はい、右に決まったのか。あ、俺に行けと言ってるんだと思ったぜ。いや、もう一緒に行くっていう。やだめ、行きました。左バルキーだけお願いします。左バルキー、失敗した。はい、OK です。まあ、進化メガのターンだとね、きついんで、あれ、守りつつ行きましょう。お願いします。やります、はい、あ、右ラッキーだ。向こうがちょっと調子乗ってきた感じの。バルキリーでこれ受けます。 OK です、お願いします。早かった早かったちょっと早かった。これ左攻めたいっす。左攻める、はい。あー、ロイジャイっすね、そこロイジャイだったね。はい、いや、意外とこれ違ったわ。いや、違ってはないっす、全然大丈夫ですよ。よいしょ、こういうこと。違うか。ほら。あ、終わったな。非常に。まだ終わってないですよ。まだ終わってない。俺たちのクララはまだ終わってない。まだ終わってないです。とりあえずバルキリー見て。受けるでしょ、これ受けられるでしょ。これ右端前、文句。脇田さん、左っす。スキル打っても、何にも今頭に入ってない。ああ、なるほど、 OK です、 OK です。右が行きます。右がメガナイト、はい、持って、
もう両サイ振り違かすしかないんで。ザックで。俺はちょっとバルキリーが送らないといけない。こういうのを持って。おー、攻めようかな。文句、単体文句でしょ。単体文句、ロイジャイまで行きますか。で、ザップいらないザップばっか打ってますか。向こうもなんかこう、多分これ弱そうだけどギリギリなんかまだ勝てないみたいな気持ちでやってる可能性ある。ここラストカウンター右行きましょう。よっしゃ、もう全部行きますよこれ。ロイも行きましょう。ワンチャン、あー全然いける感じしない。ちょっと惜しい。いけなかった。うん、全然いけなかったね。難しかったですね。ちょっとメガダイズとロイジャーいて、あのペクタとあれがいて。確かに。肉が強かったね。どうですか、脇選手ここまでやって。いや、面白いね。やなんか、2v2 を、まあ、ちゃんとやったことなかったけど。でも勝ちたいですよね。勝って終わりたいですよね。確かに。じゃあ勝って終わりましょう。このデッキなんですけど、はいはい、ロイジェが2枚入ってますと。そうだね。いらないね。いや、ロイジェ2体は欲しくて。あ、いいんだ。デッキはこれでいいんですけど、その、片方がロイジェ攻めた時って、うんうん、もう片方は絶対に援護をしないといけないんですよ。ああ、そういうことね。なので、俺がロイジェ出した時は、脇さんが矢の飴、ザップ、ポイズン。はい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 。で、脇さんがロイジェ出した時は俺がライトニングを打つみたいな感じで。なるほど。で、やっぱ形組むときって、なんかメガナイトもしくはゴブリンシュタインとか出すと思うんですけど、うん、その出した相方がロイジャイを添えてあげるみたいな。うんうんうん、二人で協力して形を組むっていうのを、ちょっとやってみましょう。ほい。まあ、ただね、やっぱ 2B 難しいんでね、コミュニケーションの。OK。はい、行きましょう。はい。まあ、ちなみに、ロイジャイデッキは難しいっす、2v2。あ、そうだよね。ちゃんと、なんかこう、押し引きしないといけないんで。そうだよね。ぶっちゃけた話、そういうイメージある。あの、うん、お互い自由なデッキ使った方が勝てはすると思うんですけど、でもやっぱ 2v2 のおもろさって連携なんで。だって、クラロアリーグでも、その、ちょっとこう、やっぱり、勝負に出てるデッキのイメージあったもんな。そうなんすよね。うん、ドリル行きましたね。ドリルか。え、ピョコじゃダメか。そしたら、おっと。一旦、ロケ砲回収確率。はい。文句後ろからあったらいいですよ。お、いいっすね、うん、やなめ手札回し。これ、倒せる？これ、文句お願いしたいっすね。違った。全然違った。オッケーです、オッケーです。これ、脇さんのロイジェに合わせて、これ、一瞬ザップで、これ、左本命いきますよ。お、なるほど。こっち今、ポイズを握りしめてるけど、握りしめる必要ないもしかしてないっすね。両方刺さりそう。はい、え、なにいきなり勝ちちゃいそうだ。逆に。これでもやっぱ、あれなんですか、脇さんの右ロイジェが。そういうこと？はい。そういうことにしとこう。いい味を出した。でも今、もうあの、ポイズンとかやっぱ握ってくれてるのがめちゃめちゃでかくて。うんうんうん、なるほどね。いいリズムでできてましたね。そしたら、攻めるだけなんで。さっさと終わらせてもう一試合いっちゃいましょう。いきましょう。スケルトン部隊が一応いたんで、そこだけケア。なんか、プロの時のあれなんですけど、はいはい、やってた時は、やっぱりその相手のデッキの、なんか、こっちのメインウェポンの弱点。うん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 。こっちのメインウェポンの弱点のカードだけ把握して、それいない時に攻めるみたいな。なるほどね。相手施設2個だとか、まあ、トリトンと、なんかこう、ペッカがいないみたいな。う
それをなんか処理した後はチャンスみたいなイメージ。なるほど。よし、行きましょう。文句しかない。はい。これじゃあザップだったけどっていう感じですかね。これ一旦多いね、やっぱり。これ一旦。一旦これ嫌がらせしてきます。これでインフェが分かったので、素晴らしいバルキスロイテ。ロイジェイ行ってもいいな、左。いいっすよ、左行って。はい。ちょっと間に合わなかった。これ今、インフェ切った後なんで。とはいえ、結構、こっちに来たね。これ結構間に合うんで大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。はい、でこれでインフェ大砲ってのが分かったって感じですね。はいはいはい。あ、うまいな。なるほど。ちょっとまだたまんない、エリクさんが。後ろからメガナイトでも大丈夫です。はい。インフェ大砲なんで、まあ、ライトニングはセットで攻めたいので、手投げとロイジェイ出すのは脇さんの方になるかな、みたいな。なるほど。なるほどね。確かに確かに。これポイズンとかで。ウィザード処理しちゃう。ここにライトニングとか使っちゃうと、もう攻めれなくなっちゃうんで。はい、お願いします。これ右結類じゃいいから始めてみます。マジ？はい、これでちょっとライトニング打てるようにして、左攻めた方がいい。っていう形になりますね。ここは一旦防衛のターンなんで、行かない。はい、あー、これロイジャー行けたら行きたいですね、左。ちょっと左か。はい、あの矢の網自分で打つ。はい、これはいい、結構入りそうだけど、リクウケが左バルキが欲しいっすね。左、欲しいっすね。なんもない。なんもなかった。右もなんもない。オッケーです、オッケーです。これー。ザップはある。きついかなぁ。えらい。右側打つ。はい。これ、嫌なのか。やってはいいけど、どう細い。まずい。まずい、まずい、負け。まずい。よし。一応、左にバルキー行くけど、あれでしたかね。あの、エゲジャイをトリネです、トリトンです、的な。なるほどね。一回、はい、どうしますか、あの、プロの試合みたいな会話でやってみますか、最後。あ、やってみてよ。ぜひ。ガチしゃべりします。ガチガチに俺が指示されると、はい。はい。やってみましょう。最後にしましょう。はい。お願いします。どう？いや、でも、おもろいな、2ビーツ、やっぱ。それで半分ぐらいで勝ちたい。よし、いきます。なんか、あの、最初、メガナイトが文句を後ろから流す感じでお願いします。はい、左下に出します。こっちのデッキも大体頭に入って、あ、もうそれを考えないですけど、ずっと見てます。はい、ずっと見てる。あ、そっかそっか、見えんのか。これ左よけ方出してもらってポリトンで右引きます。文句で守ってください。それで16、これもエリクサー溜まるような待っててもらって、小物来たら矢の目かザップ打つ感じで。はい。これロイジェイ出すんで、ザップお願いします。で、一旦ここは様子見。これウッド打ちます。あ、ごめん。あ、OK です、OK です。矢の目。メガナイト。はい、あ、すごい。通った。これロケット砲し、あの無視でキング起動できるんで、ツービツ。あ、そうなんだ。これ覚えておくといいですよ。無視でいけます。後ろ当たるってこと？はい。ほんとだ。これロイジェ行きましょう。右端前。で、呪文は俺が打ちます。はい。
ね、これは吹っ飛ばされる系かな。うん、これは何が起きてるかマジ分かんないね。これは一旦流してあげて、俺次ロイジャーいけるんで、この右の端前の攻防を制したら行きたいなって感じですね。これザップ打ちますよ。はい、前に文句が欲しいですね。右端前に文句、はい、行きますよ。スキルも構えてください。いけいいっすよ。いい文句が入ってる。これだ。やりたかった。これがやりたかった。いや、これ、これですか。あったあった。これ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 。ちゃんと。持ってあげて。左端前攻めていいですよ、悪いじゃない。一回も持ってあげましょうか。やっちゃった。よし。行きましょう、左端前。残り時間が10秒なんで、守れば勝ちです。一応ラムがいるんで、防衛ライティングというだけ残しています。はいはい、マジで何が起きてるか本当に分からなくなる。いや、気持ちいい勝利。おー、さす、すごい。あ、さすさすさす、いきなりうまくなった気持ちになる。これか、まあ、みたいな感じですね、2v2 は。あざす。いやー、よかった、無事勝てて。よかった、よかった。ということで、今回はですね、脇さんと2v2やったんですけど、まあ、結果、ちょっと俺の引っ張る力も、ちょっと、あれだった、もうちょっと勝ちたかったなっていうのはありました。はい。ただ、結構ロイジェイデッキだと、その瞬時の判断でコミュニケーション取ったりしないといけないので、まあ、そこちょっともうちょっとね、うまくやりたいなと。はい、俺の自己反省でした。いや、でもめちゃくちゃ楽しかったです。いや、でも遊んでくれたらいいです、本当に。またこれを機に、ちょっとこの2週間の 2v2 リーグ、楽しんで、いろんなデッキ使ってみてください。ありがとうございます。じゃあ今回はこれもありがとうございました。ということで、以上、おつめしバイバイ、またねー。